2月17日、太田文化の森でバイオリンとピアノによるクラシックコンサートが開かれました。本格的なクラシックを身近に楽しんでもらおうと行われた乳幼児も参加できる演奏会です。抽選に当選したおよそ110人が来場し、演奏者と近い距離でライブを楽しみました。この日は若手演奏家の2人が冬に関するクラシックの曲や日本の歌謡曲を披露しました。ビバルディの四季より冬が演奏される際には、吹き荒れる嵐や暖炉の前で満ち足りた様子を楽器でどのように表現しているかについて解説がありました。ビバルディがものすごく好きだから、ちょっと今日は来てみたいと思いましたけど。解説を入れて、その時のこう演奏なんかもやってくれて、あ、そうなのかと思ってですね、あれは非常に楽しみました。非常に短さと響きが全然違いますね。私も大きいのも出てる、よく見てますけど、これは非常に素晴らしいなという感じですね。